ハローテニスファン、小野田道久です、ここからは関口プロと練習会をやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、いつも練習をここ2人はやられていると思うので、はい、遠征帰ってた時にはね、はい、外だったり中だったりいろんなところでやってますけども、はい、まあ、ちょっと僕もお付き合いをさせていただきますので、はい、じゃあどうしましょう、僕らボレー2人入って、はい、関口プロにはストロークの方で、はい、とりあえずそこで少しアップしながらやっていきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。スタテニグッズ販売中、詳細は概要欄へ。いや、ちょっと高尾さんと打つの久しぶりなんで、小野田さんと多分テニスしたことないんで、ちょっと楽しみです。次はね、かなりオールラウンドですね。若い頃は結構ストロークメインだったんですけど、やっぱりサイズのこともあるし、いろんなこのサーフェイスで勝てるようになるためにこうネットプレーもでスライスも結構やって、まあ、最近ではもうかなりネットにも出ますね、うん、ただやっぱ海外の選手とやるとそう簡単にネットを取らせてくれるわけじゃないんで、やっぱストロークベースにメインになりますけど、でもやっぱこういろんなパターンを、練習の時だから僕ともし練習するとかっていう時は結構ネットプレーを多めにやってもらったりして、他の選手とやるとどうしてもやっぱストロークがメインになるんで、もうそれはもうその時はもうストロークメインでやるっていうことにしてますね、はい、今日はちょっと2ボレー1ストロークでやっていきます。はい、 OK、 じゃあゆっくりいきましょう、はい、ちょっとウォームアップがあったら真ん中でいいです、はい、引いた、サリー、はい、はい、行きます、はい、行きましょう、マスカーシ、はい、参った、はい、チョープ、はい、それエイプ、ホップ、はい、見えない、はい、はい、行きます、はい、一回ラストいきましょう、はい、はい、いいよ、今日もいた、OK、OK、行きましょう、じゃあちょっとワンサイドでいきましょうか、はい、全然ミスないんですけど、はい、うん、半面でいいです、宇宙好きなように打ち分けてもらって、はい、シングルスコートでいきます、はいよ、重くなってきた、あー、いやー、すごい落ち方、はい、いい、バリ気をつけてね、バリ気をつけて、はい、はい、ごめん、スケッチ、ほっ、はい、ごめんなさい、はい、あ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 
やってないです。はい、行きます。ラスト2ついこう。はい、はい、はいよ、ラリー、センキュー。はい、ラスト。あ、最後、ごめんね、ありがとう。ありがとう。オッケー、よし、バックの方行きましょうか。はい、ちょっと場所変わろうか。オッケー、行きましょう。はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。です、サンキュー、サンキュー。行くよ。はい、よいしょ。はい、はい、よいしょ。完勝。はい、はいよ、はい。いいアクセント。はい、はい、ああ、ショット、ショット、よっ、スライド、はい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 、ラスト2球いきましょう。ラリー、はい、はい、ラスト。あー、ラスト。はい、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 ラスト。オッケー、オッケー、オッケー。水分補給しましょうか。帰ってくんな。ずれても帰ってくんな。こっち反面だからね。そう、何もしなくていいです。集中もあのコントロールがいいし、ね、コントロールいいらしいです。でだんだんとこう、ね、押されてくるよね。そうボールの重さとちゃんと構えなきゃ無理だ。揃ってるからミスらないですね。うん、ちょっと動き入れようか。はい、少し動き入れて、そんな長くやるすぐ。やっぱ試合いい、あの行く前のあれより全然いいね。はるかにいいと思います、ね、5倍ぐらいいいと思います。動きとこの感覚と、うんうん、結構やっぱ丁寧だから、あのちゃんとピーポイントにこの辺にちゃんと飛んでくる。でもこれから上がってくればちょっと怖いよね。まあ、そもそもあんなスタンスで構えられて打たれたら、それは重いボール来るの分かってるけど、ちょっと今抑えてやってくれてるけど、恐ろしいね。ここ俺もだいぶ慣れてきたけど、それでもやっぱりちょっと押されるよね、やっぱり体が。うん、OK、じゃあ同じようにあの2ボレー1ストロークでちょっと動きを入れて、あの無理なボールは追いかけなくていいです。あのサーフェースも結構早めだし、はい、あの向こうは多分フリーで打ってくるから。はい、じゃあ気をつけます。厳しく。もうすぐ厳しくしたい。若い子には厳しくしていくっていう。あのデイジプロ、オーナープロもやってくれるんですよね。オーナーさん。オーナーさんがやるんだったら僕も頑張ります。もう体を酷使させないでくれ。オッケー、行きましょう。はい、はい、ちょっと動き入れてね。あ、はい、あ、よいしょ、はい、よっ、リンク、やっ、やっ、打ち分ける方は好きなように、好きなように、好きなタイミングで、やっ、はい、ナイスショット、ナイスリンク、やっ、やっ、前ステップイン、ナイスショット、ナイスショット、返せる、危ない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 。いや、どうぞ。はい、はい、行きましょう。よし、ごめん、はい、ごめん、ごめん、ナイスショー、ナイスショー。はい、ゴッ、ステップイン。あ、はい、行き過ぎた。ナイス、ナイス、はい、余裕あるね。はい、ごめん、ピシャッた。はい、行きます。はい、
はい、ナイス、ティンク、ステップ、ステップ、ジャンプ、はい、いきます、はい、よっ、トリー、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、お、入ってる、はい、ラスト2球いこう、ラスト2、サリー、ラスト2いきます、はい、さあ、よっ、はい、上げて、はい、よっしゃ、そう、ちょっと呼吸整えて、次いきましょう。さあ、テンポいいね、打ちやすい、すんない狙うというかちょっとリズムの変化だね、うん、やっぱ大事なことなんですよ、そのスピンだけでこう強く打つっていうことじゃなくて、うまく自分で意図的にその走らされて落とすっていうのもあるんだけど、あえてそういうリズムの変化をやっぱここでやっとかないといけないですね。やっぱりボレーが揃ってるんで、球数打ってますけど僕も楽です、変なところに飛んでこないんで、いいリズムで動けるんで、ミスらせたいですねちょっともうちょっと動かしてくると思うんで頑張ります。バックのクロスからいこうか、バックのクロススタートでもう5球以内で、終わらせます、うん、こっち別に、はい、全部返さないから、全部返せちゃうから、あ、はい、分かりました全部こっちからスタートってことで、ね、全部バックのクロスからいきましょう、はい、はい、OK、 はいよ、 OK、ちょっとポイントっぽくね、ポイントっぽく、そうそうそう、いやで戻って、ナイスショット、えい、ショット、はい、ありがとうありがとう、はい、ステップイン、ナイスショット、ショット、オッケーよ、戻って、はい、えい、あ、はい、はい、行きましょう。よっ、ナイス落とし、よっ、はい、よっ、よっ、はい、よっ、ナイス、ナイス、よっ、次スライスでクロスいきましょう、はい、1本目、あ、あ、よっ、よー、その後はフリーディーです、あー、ごめん、もう一回いこう、はい、よっ、ナイス、おい、その方が難しい、いいスピンロープだったそこは見えないとロープがあるからね、よっ、よいしょ、よいしょ、よっ、よっ、うわ、あと2回いきます、はい、こう、いける、ナイス、ほっ、よいしょ、もう一回、うわ、もう一回、あ、ラスト、うん、やだね、このボール、はい、さあ、えい、おっ、よいしょ、よいしょ、当ててもいいよ当たらない、いや、ちょっと休憩しながら、休憩しながらか、休憩しながら、まあ、時差ボケちょっと残ってる、構えた時のそのどっち打つかっていう格好がわからないんで、そこがやっぱすごいですよね、読まれないっていうことですよ ね、 やっぱね、この近距離であんな打たれたらちょっとこうなりますもんね、当てられないように頑張ります。実際の試合でも振られてスライスを足元にみたいなのって結構意識されるパターン、はいはい、ありますね、ありますね、関口あれあるぞってみんな思ってます本当にあそこでいっぱいポイント稼いでるんでどうしても攻め込まれることがパワーある選手とやると多くなるんで、なんかああいうちょっとしたことで1点2点取れるだけで全然違ってくるんで、あれでしか、ね、高尾さんボレー浮かないですもん ね、 そうですね、つまり効くってことですよね、はい、ボレーそうなんです、
逆にあれしかないですね、はい、あれが多分こっち側にできる最大のことなんで、はい、高さんが前に来たらあれしかないですね、はい、まあ足を落として、はい、まあ相手的には前に落とすって感じになるんで、やっぱ走ってっていう感じ。そう、まあ、あれでウィナー取られたらもうしょうがないんで、なるべく次なんだろうパス打てるチャンスが増えるところに1回打たせるっていうのが大事です、はいはい、あれをミスするパスを思いっきり打ってミスするのと1球打たせるのだと全然相手のプレッシャーが違うんで、うん、なんかそういう地道なところも大事ですね、はい、 あ、はい、ありがとうございます。OK、 じゃあ次は朝日プロ反面でいても同じように最初言ってもらって、はい、1球目から短いボール出すんでアプローチショットを打ってボレーボレーで、はい、ボレーボレーのところ来たら 2,3 球出します、はい、で反面のところにいていいです、はい、こっちはそっちにコントロールできるように打ち負けないように頑張ります。オンラインテニススクールチームスタテニ、チームスタテニではここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。ドッキリじゃない、必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。